いやー、これはパッケージまずご紹介したいんですよ。これね、インスタとかツイッターには写真を載せたんですけれども、めちゃくちゃ辛そう。いつもの、平田村のハバネロ商品といえばなキャラクターが載っているんですけども、ね、すごい辛そうさが伝わってくるんですよ。マイルドの方はね、とっても可愛らしくて、笑ってるんですよ。マイルドって書いてあって、こう、唐辛子も口、あーって開けた状態で笑ってるんで、まだ頑張れるかな、なんですけど、激辛の方、パッケージ自体が赤くてですね、もうすでにこっからやばそうなんですけど、ちょっと眉間にシワ寄ってるんですよね。この顔になるよっていうことであれば、私もちょっと厳しいかな、なんていうふうに思ってます。年明け前ですね、一回会議に参加させていただいたときに、その辛さの段階もいろいろ試食をさせていただいたんですが、生き切るとやばいんですよ。これを毎回試してらっしゃったっていう、競技会の皆さん、並びに、ぬかもの社長さん、本当に大変だっただろうなと思います。じゃあ、早速開けていきましょう。まず、マイルドからいきましょうね。香りは、結構、ハバネロはあんま感じなくて、ハーブの香りがすごく強いですね。原材料、見てみると、こう野菜ブイヨンとか、こうガーリックとかブラックペッパー入ってるので、そういう意味では、あまり感じないっていうのも合ってるのかなと思います。じゃあいただきます。まず、マイルドから。これ見た目ちょっとね、ハーブがついてるんですよ。唐辛子も見えないかな。いただきます。後半に来ますね。でも全然大丈夫。これなら、正直ポテトチップスよりあんまり辛くないかもしれないです。ポテトチップスよりも、この、さっき駅長もおっしゃってましたけど、タルト生地っぽいんですよね、このぬかもさんのかりんとうって。なんで、あんまりこう辛さを持ってこない感じがしますね。生地が美味しいからかな。これね。しっかりハーブの香りもするし、ハバネロの味もするんで、ちょうどよくこう、辛いもの、好きだけど、そんなたくさん食べられないよっていう方でも一袋いけちゃうんじゃないかなと思いますね。で、問題のこちら、激辛の方、いきましょうか。一回お茶飲もうか。はい、失礼いたしました。ということで、心臓のドックンドックンが聞こえてきました。色がまず違うんですよ。色が違う。開けたらわかる色が違うんです。さっきマイルドの方はまだ、まばらにハーブがついてたんですけど、こっちね、多いんですよね。で、色がちょっと茶色っぽくなりましたね。比べてみると、ちょっとね、色が濃いな。じゃあちょっと頑張ってみましょう。香りは、香りの時点でちょっとハバネロの香りがします。独特有のこの香りが。いただきます。まだ感じない。まだ感じないよ。ダメだ。ただ、辛いよ。辛いですよ。辛いね。試食の時に、ちょっと激辛も、2種類ぐらい用意があって、で、段階としては弱の方を採用したんですけど、今顔が熱いです。顔が、すごいボッボしてきましたね。これ、即効性ありますね。食べてると、もう最初、わかんないんですよ。そんなにハバネロわかんないんですよ。美味しい香りだけがするんですけど、喋ってるとね、どんどん回ってくるんですよね。辛さが。これ辛いですね。食べる始めわかんないのにな。なんでだろう。でも、癖になる。これ止まんないかもしれないです。喉に来ました。ちょっと、職業がアナウンサー生命に関わるかもしれないので、ちょっとこの辺にしたいと思います。でもほんととっても美味しいですね。味は。辛いです、ただ。こっち食べるともうマイルドなんて甘く感じるかもしれません。ぜひ今回ね、プレゼントには2種類。セットでご用意させていただいておりますので、ぜひ食べ比べしていただきたいです。必ずマイルドから食べるようにしてください。で、道の駅ひらたの方ではもうすでに年明けから販売を開始しておりまして、陳列棚、前の方に並んでおりますので、ぜひ皆さんも手に取ってみてください。いやー、ちょっと喋ってると辛くなってきたので、このぐらいにしておきましょうね。はい、ということで今日の北村の今週これ北のコーナー、久しぶりに食レポをさせていただきました。道の駅ひらたハバネロかりんとうをご紹介しました。